はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけで本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。本日は、はい、ジェットスイーパー、はい、ジェットスイーパーカスタム、はいはいはい、ちょこれ後通りなんですけども、はいはいはい、2つエリアと、うん、矢倉でちょっと使いましたので。なるほどなるほど、はいはい、これね、ワールドチャンピオンシップでもかなりね、ジェットスイーパーやっぱ見てて強いと、そうだね、ありましたけども、うん、濡れちゃうようになったんでしょ。そうですね、うんうん、そのお、あの塗りが強くなって、うん、でかつそれで、まあ、要するに相対的にスペシャルも溜まりやすくなると、うんうんうん、これはねだいぶやばいんじゃないですか、強さ的には。いいかもしんないね、なんか最近ガチマッチでも多いしああ本当に、うん、なるほどね、俺もやっぱ波乗りたいじゃんまあまあ確かにその、うん、みんな使ってたらやっぱ使っておかなきゃだからって、うんうん、使ってみたということで。そうだね、はい、やっぱまあこれはでも見どころいっぱいと。今日はねすごいね。ああ、今日はすごい、今日は見どころいっぱいだね、今日はすごいよなるほど、わかりました。ぜひとも皆さん見てってください。うっ、はい、ショッツオッケー。さあ、ショッツルエリアでのこちら、うん、まずは編成を見ていきたいと思います。はい、あ、なるほど。うん。さあ、これで、あ、相手は、クーゲルいますね。さあ、クーゲルに、あ、H3 ですね。オッケー。さあ、しかし、とりあえず左に入れないように動こうか。うん。ジェットスイーパー、そんな二人。邪魔だなあいつって思わせるように。はいはいはい、はい。どかしたいけど、どかないなっていう。うん。やっぱ突っ込まなきゃいけない。いや、頼む、ナイス、ナイスカバー。危ねえ。いいカバーだ。突っ切れたね。突っ込まなきゃいけないっていうね、機体を作る。うん、いいね。クーゲルに対してこう詰めれるってのはいいね。うん、これはなかなか今まで手が届かなかったかゆい部分に手が届いてる、うん、さあ、いよいよよ、いい攻めだ。うん、さあピャーッと打って、うん、当たんねえか。うん、危ない。あ、当たんねえ。まあでも下がらせて、ナイスだね。いいよ、これはいい抑え込みしてるよ。ちょっとやられたけど、やったか。これは戻ってきて、うん、いいね、打っていく。さあ、ここはとりあえず左のこの牙城は絶対崩されない。いるよな、いるいる。なるとさあ、塗りが強くなったことで、そこね、遠くからでも相手を管理できる。崩れたから突っ込んでくるぞ、うん、これはナイス、相打ちだな。長いのはクーゲル、うぅ、長え。味方がヘルプ来てるから残りたいね。残るのがあったりし、うん、さあいいですね、プライムに対してもリーチ差をつけれる。これはなかなかでかい。そして、エリア確保。ああ、これは嫌な爪を見せてくるぞ、相手。サイドも一発させて、帰らせる。ナイスだ。さあ、ナイスだが、ナイス玉を打った後、味方は、そのまま、やられてしまう。さあ、真ん中2枚に、ミサイル入れて、濡れるか？ナイスだ。1枚持ってった。これでかいよ。一発入れたが逃げられたか？さあでも塗り返したので、まあ、結果これ。一旦相手にペナをつけていく。状況はかなり。入ってくるな。嫌な環境が出来上がってきている。さあここで道を塞ぐためのポイズン。サブ性能とかなんかその辺積んでもいいなぁ、これ。なるほど。結構ポイズンを活用できる。そんな感じ。ここのマップは特に。ああいうよ、回したいね。さあ、そういうの一つずつ分析しつつ、ここで一緒に入れれば最高なんだけど。うわ、うお、最悪。いやー、地獄の状態。最悪だ。いやー、嫌なとこ入っちゃった。うわー、これまずい。相手の打開がうまいことつながってしまった。左入ってるかなー。いや、左入ってんな。これは左側も確認していきたい。さあ、どうも。ポイズンには引っかからず、今入ってきてる感じが。うえっと、さあペシッと、いやー、当ててはいる、当ててはいるんだがさ、ここでダメ押しミサイル。いやー、入れない。入れてくれないのは H3 ビールガン。ミサイルも入れはしたが、ここは相手のカウンターぐんぐん進んでいく。戻したい。そん
な感じ。ナイス、続いて。さあ、ペナついたね。ストップ。あと1本あるから、まだ。おぉ、なんかいる。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。二落ちで。さあ、この1分を大事に。よし、俺だな。ねえ。これでかいよ。さあ、オールしたからには、右側。相手の嫌なところに、忍び寄る。そして、ポイズンで足止め。カウントは止めに来ているが、さあ、いいですよ。残り9カウントでペナが消えます。ペナ消しの、おー、ナイス。さあ、ボムが厄介。さあ、これで進み始めますよ。 OK、 カウント進む。いい距離感取ってる。ナイスエリア確保。リードもしたいぞ。あー、惜しかった、惜しかったけど、いやでも、よしよし、ナイス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 、大きいですね。ナイス、あるから、オンラインですごくナイスがあるから。さあ、これで1でじゃあいい、ナイス、はい、押して。あ、今はダメだけど押して。そこはいいじゃないですか。よかった。チームワークを見せれて、うん、いいですね。ジェットスイーパー、やっぱり今までこう、なんつうの、こうプライムとかさ、うん、こう詰められたらこう下がんなきゃとかあったけど、うん、それをね、こう押し返せるというか、うん、これはいい戦いでしたね。爪のタイミングだね、大事なのは。うん、ね、詰めるタイミングはまだ全然。はい、バッテラ。はい、さあ、バッテラの方でもこちらスイーパー、ここむずそうだね。なるほど。ここは味方結構大事かも。あ、武器構成、はい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 、チャーいないなら楽だ。なるほどね。チャーいないのはいいね。さあ、この編成的にジェットスイーパーより長いのは敵はいなそうですね。なので、これは一方的にどうこうのタイミングで前出るかな、ね、可能性が高い。いやー、あいつか、あいつになっちゃったな。さあ、これは、いや、わわ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 、崩されたね。しかもそれは銀もで、おそらくスペシャルを吐きつつの戦闘だったんでしょうけども。ナイス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 ですよ。これ崩しに行くよ。さあ、ミサイル入れて、ミサイルに乗って、ミサイルと一緒にペペス、これは、今日は帰らせたね。ナイスナイス。疑似ダウンですかね。え、当たんね。直当てしない。おー、ちょ。直当てしませんようにがね、怖いですね。さあ、だから相手も相手で、二つ、うん、スペシャル。あと、今何発当たった？ 2人に当たっちゃったかな。これは難しい。そう。まずは、相手方の攻めを止めに行かなければならない。3落ちかな。うお、投げてますね。ここはとりあえずいいですよ。4人入れて左側から入っていきます。右側ですね、失礼しました。お、真ん中キャンシェルがいます。ナイス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 。ウルトラハンコを追いかける。ああ、いいね。さあ、とりあえずは止めに行きたい。ユーチをサーチ、そしてロングか銀モデ、ロン、あ、銀モデだ。銀モデの位置を把握。うん、さあ、ロングもいる。ナイスさ、オッケー。いいよ。ここでまともや、こちら側のカウントを進めるターン。投げてるね。いいよ。さながら。さながら石川越えも。オッケーオッケーオッケー。まあいいよ。ここで。これ打ちたい。ここできれば撃ちたい。一旦ミサイルしたい。ミサイル。はいね。ここでミサイル撃って、うまー、9番。カリングでしょ。あ、9番か。9番、うん。目の前にね、結構でかいのが見えなかったね。さあ。キャンプがどっかに隠れてる。でも、いや、隠れてるね。あー。18カウント。ナイス。これは塗っときゃ勝ちか。ずっときゃ勝っちゃいたかったです。ずっときゃ、ずっときゃ、よし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 、あー、オッケー。いや、逆境をつけ直したじゃん。はい、1試合目と2試合目の間で変えましたね、うん、どうなんだろうね。なんかあんまり入ってる感じがしない。どうなんでしょうね。結局まあ、そのミサイルがでも逆境なかったらとかっていう部分あったのかな。まあでも勝ちました。はい、チョウザメ造船にて今日の週、はい、というわけで今回の集大成を見せる集中
してみせる試合、今日の試合。さあ、今回は遅そうだな、こっちの動き。さあ、これなかなか重ため、ノーチラス。重ためだからこそ先打ちして、なるほど、まずはいい状況を作りたい。うわー、早いな、相手ダイナモンも早いんだな、たまんのよう。うわー、いやー、くそやっとやられたね。さあ、相手方のこのダイナモプレッサーを止めるのは西澤のチェス水プレッサーの役目。そうだね、そうなるね。うん、やっぱり同じ見えてんのか。スペシャルは上がってくるんだ。止めてあげたい。いいですね、押し返して、ナイスです、ナイスです、ナイスなんです。いいね、これはリーチさん、即乗りよ。リーチをうまく使った、いい動き。あ、なんかいるな。さあ、なんか見えているか。帰った、ナイスで、ダイナモがプレッサー。いやー、それは痛すぎる。ぬるっと出てきた、ぬるっと出てきて、さあ、ビーコンも見える。これはなかなか嫌な状況ですね。うん、見落ち、見落ち。うわ、うん、さあ、待て、いいよ、真ん中、見えてるな、懐入ってくるボールド。さあ、かなりいい動きをしてますね。これはどう止めるか。まずは周り塗ってプレッサーを貯めて打つ、間に合った。さあ、間に合いましたね。関門突破はさせません。無理くり乗っていたが、それはいかんぞと言わんばかりの、なんとか止めれたな。さあ、どうにかビールを倒しておきたいが、さあ、関門入ってきてるぞ。うん、いやー、無理か。さあ、ジェットパック頑張れ、ナイス、後ろ、あー、頑張れ頑張れ、無理やり無理やり、いいんだ、いけるんだ、いったか。あー、乗られた。あー、ここはこの関門を取られたのはなかなか厄介ですね。さあ、しかし言ってられないので、うーん、それカバー入ってるから多分。ああ、いや、やられてんのか。癒されて、あ、これプレッサー落ちるな。うーん、やはりこのプレッサーがすごく強力、プレッサー強すぎる。うーん、何です。さあ、そして投げて投げて、ダメは入れたが命。うーん、武器編成的にもちょっと塗り状況は好転しづらい。死ぬ、いや、死ぬよ、それ。あ、出てくるのはダイナモ。さあ、また持ってきます。ただまあ、幸いまだ48、第一関門分はそうなんだけど、ありますけど、いや、それもらうよな。このプレッサーが強い、プレッサーのこの横の動きが速すぎる。さあ、ミサイル、厄介ですね。そこいんねよ、ナイス。いやー、前打ち、上から見てるのはダイナモ、に落ちさせてるが、ああ、最後だ。おるおるおる。さあ、やっと見えてきたか、これは。飛びだな。さあ、ここで絶対に見落としちゃいけないのはビーコン。うん。ビーコンを破壊しつつ、前に行く道を切り開く。ここ、プレッサーで、本当は倒さなきゃいけないんだよな。ここでプレッサーで、一人二人持ってきたいところですけども。さあ、ナイス。いやー、裏。ああ、裏来てる。さあ、これはなかなか見てくれてはいるが、どうだ、ここしかないね、これゴールド、いける、いけるぞ、うん、せっ、うわー、突破、とりあえずいった、とりあえず突破、とりあえず突破しました、突破ましたが、さあ、リールガン、頑張れ、ここしかなくて、ナイス、スピアでどうにか耐え切って、やられてしまってはいるけども、さあ、次の関門行ってちょい、次の関門行ってちょいです。うわ、でもあれだ、ハイドラだけだ。うん、ハイドラだけ、ヒールタイム早いから、これはもう生き残り、生き残りがメイン。いいね。さあ、いいとこ取ってるぞ、みんな。これは投げたい、後ろ、うわー、うわー、これでかい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 けど、これでかいけど、これでかいけど、いやー、ゴールドが暴れる、ナイス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 、なあ、まさか、いけるんじゃないですか、
いけるんじゃないですか。わーしよしよし、おーぶねー。後ろ気づいたのはでかかった。あれ気づいたのでかかった。いやおびっくりした俺目やと今、うん、後ろ気づいた、うん、気づいたのもでかいし、うん、味方がそれで一人止めてくれた。やられたから気づいたなるほどね、うん、どこでだって、うん、なんでやって。あーよかったこれは、うん、素晴らしい。はい、というわけで、はい、今回はデッドスイーパー、うん、まあ、カスタムを使いつつで、はい、やりましたけども、いかがでしたか。やっぱり前出るタイミングがすごい難しい、うん、うん、ってのと、やっぱ濡れないね。あ、なるほどね。うん、本当に濡れない。はいはいはい。で、そのまあ塗り強くなって、その溜まりやすくなってるけど、うん、別に濡れるようになったわけじゃない。濡れるようになったわけじゃないね。なるほどね、うん、で、その濡れるし、遠くから打てるじゃなくて、うん、溜まると。うん、溜まるだからスペシャルの回転率はいい。うん、うん、なるほどね。あそこはちょっと僕も誤解してました、うん、濡れるのかなと思ってたけども、まあでもにしてもやっぱりプレッサーなり、まあ、マルチミサイルなり、うん、回せるようになったのは強いと。そうだね、うんうん、うん、まあ、そのスペシャルの強さを生かして、うん、ぜひとも皆さんジェットスイーパー使ってみてください。はい、というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。お願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。チャンネル登録お願いします。